恋をすると乙女は可愛くなると言いますけれども、それって見えない努力があるんです。最近私さ、可愛くなったと思わない？この今の状態で言うな。この前髪何？いやもうほんとね、マジで言いたいことがある。恋する乙女は可愛いとか可愛くなるとかって言うけれども、ただ恋をしているだけでは可愛くなるわけないのよ。物理的に好きな人に恋って言われたい。ただそれだけのために乙女は努力をするんだよ。泣ける話だよ本当に。まあ、私もね、今彼氏がいて、今もやっぱり絶賛恋愛中なんですけれども、やっぱり可愛くなろうって日々努力をするわけですよ。恋した私が実際にやったこと、意識したこと、これから取り入れていこうと思うもの、みんな全部ひっくるめてね、今回紹介していきたいと思います。でそのまんま今から始まるんだけどね、今すっぴんなのよ。ちょっと理由があって、見てわかる通りめちゃくちゃ一本一本が濃くて太い眉毛なんですね。眉毛はふわっとしてたいっていうか、存在感ちょっと薄いなぐらいが可愛かったりとかするじゃないですか。というわけで今から脱色していきます。エピラート必要なものはね、好きな脱色のやつと綿棒とサランラップです。あとね、もう一個こういうね、バーム系のこれリップクリーム、こうゴシ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 やりながらちょっと大げさに塗ってってあげましょう。こんぐらいベタベタな感じで塗ります。綿棒で毛の方についていたこのディップバームをこう取っていく感じ。よし、はい、っていう感じでね、ここまでできたらこうやって眉頭側をとりあえず塗っていくんだけど、でこれ塗るときもね、すごい結構注意が必要なんだけど、これも毛と毛の間にも入れてあげるみたいな感じはすごい必要だと思う。なんかもうめっちゃ塗る、マジで信じられないぐらい塗った方がいい。という感じでここまで塗れたんですけど、これ見てわかる通り毛がもう一切見えなくなるまで塗り重ねてます。だから超もっこりしてんだけど、もう絶対毛が見えちゃダメなのこれマジで。サランラップするときもちょっとね、目の方ととりあえずつかないようにしなくてはいけないので、下からこうかぶせてあげる感じ。眉毛の濃さによって10分から20分という感じになると思うんですけど、私はもうガンガン20分やりますね。はい、20分放置していきたいと思います。見て、でもさっきより全然印象薄くなったでしょ。全然マシじゃない。まあとりあえず眉毛出来上がり。はーい、はい、今日は顔のマッサージをします。これね、なんかそこら辺によく売ってるようなめっちゃ安いやつだけど、やらないよりは全然いいかなって感じで、私ここの L ラインのところをね、とにかく多めにやるようにしてる。これと、なんかダイエット。やっぱりお好きな人とかにはさ、なんかここたるんでるなとか思われたくないじゃん。だからさ、もうその辺必死よね。もうめっちゃ頑張んなきゃと思って。ガン見しながらやってる、こうやっていつも。どうだろうみたいな感じでやってる。で、そのダイエットなんだけど、ご飯を家で食べるときは、これを食べてるの。すごい汚いでしょう。この中にはですね、スーパーに売ってる冷凍のご飯の代わりになるブロッコリーっていうのと、キムチと納豆が入っております。で、たまに冷凍の唐揚げを1個だけチンして食べたりとかするようにしてるかな。炭水化物を家にいるときは極力取らないみたいな感じのようにしてる。あとはね、毎度のごとくカップヌードルプロを食べたりとかするようにしてる。そうなってくるとさ、今度栄養が偏ったりとかするじゃん。でそういう時はもうこれ飲んでる。天然ビタミン E ってやつ。これ大豆に入ってるビタミン E っていう成分なんだけど、サーモンとかに多く含まれるビタミンで、抗酸化作用、アーモンドとかにも確か入ってた。これを1日1粒だけ飲むようにしてる。もうこの髪のマッサージってさ、効く効かないとか顔がうんぬんじゃなくてめっちゃ気持ちいいよね。あー気持ちよすぎ。今日はですね、笑顔が可愛い女は無敵っていうことでね、ホワイトニング行ってきます。今日はホワイトニングラウンジ表参道店に来ました。全国に店舗展開してるとのことで、都内以外の人も通えるんですよ。で概要欄にね、どこの店舗があるかとかね書いておきますので、ぜひ見てみてください。みんなの近くにもあるかもしれないよ。
本日ご来店いただきましてありがとうございます、はい、まずこちらのカウンセリングシートのご記入をお願いしておりまして、はい、上から下までご記入いただきましたらこちらが2枚目が当店の同意書となっておりますので、はい、お読みいただいて裏面もあるのでこちらご了承いただけましたら、はい、今日のお日付とお名前まで書き終えたらこちらのボタンを押してお呼びください。はい、わかりました。はい、了解です。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、歯医者さんで1回だけあるということだったんですけれども、はい、結構前ですか？だいぶ結構前ですね。なんか1回目でも痛くて断念しちゃいました、はい、あ、本当ですか？やっぱり染みちゃったり。すごい染みましたね。そうですよね。そうなんですよ。で、まあ、内側のセルフのホワイトニングになるんですけれども、はい、セルフのいいとこっていうのが結構金額が安いというところと、はい、あとは痛みがないっていうところ。あ、なるほど、痛くないんですね。そうですね。そうで、まあ、その普通のセルフとうちが結構違うっていうので、はい、他の、 あの他店さんのセルフホワイトニングだとあの痛みがないっていうのが歯医者さんの方とか歯科衛生士さんの方がいないのでどうしてもこう強い薬剤とかを使えないっていうので、まあ、痛みがないっていうのと、はいはいはい、あとはそのなんで、まあ、デメリットとしては白さんに個人差が出るっていうので、はい、薬の力がちょっと弱いから、はいはい、あんまり白くならない方もいるんですけど、はい、当店のホワイトニングラウンジっていうのがあの薬剤も自社開発しているので、はい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 、結構その痛み成分も 90% ぐらいあの通常よりカットしてるって言われているので、すごいですね、はい、痛かったらパワーとかも下げれるんで、あ、なるほど、おっしゃっていただけたらなと思います。はい、あ、でさっきなんかのカウンセリングのついでにやり方をね教えてもらったんでその通りにやってきました。セルフっていいですよね。あのなんか汚れとかついてたとしてもなんか人に見られることなく自分でピャって取れるからいいなって思います。ね、ここあるよ、ね、これが薬剤だそうです。かけで塗っていくんですって。こちらでお願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。はい、なんかあったかい気がする。違う、トリックしていた。眩しくないですか？あ、これ全然してたら全然わかんないね。痛くもなく、うん、今のところ全然痛くないです。いい、ラスト3回目、今日のラストだね。なんかあんま人と喋んなくていいからそれも楽じゃないですか？確かに、ありがとうございました。されなくていいっていうのは結構感傷からしてありがたいよね。終わりました。はい、見ますよ私。え、すごくない？え、本当にすごくない？あら、ホワイトニングってこんな1回で効果出るもんなんですね。今までなんかそのホワイトニングとかでまあなんとなく綺麗になったなみたいな感じになったことあるけど1回目でこんなにパーンって変わったって感じのことないかも。初めて。これなんかもう完全に私声する乙女的な動画で撮ってるつもりだったんだけどこれ努力って言っていいのかなってぐらいなんだよね。チートだよね、ここまで来ると。これ私マスク文化じゃなかったらめっちゃ微笑みながら歩いちゃうかも。一人でこうやってまだ白くなるんですよね。多分これ1回目だから何回か通ってそれでまたどんどん白くなっていくんですもんね。またすぐ来るわ私多分。体の中のね水分を入れ替えるといいって聞いたことがあって、だから1日ねもう何リットルとか定めないでとりあえずできるだけ飲むようにするのね、水を。それでたくさん飲んで毎日のようにお風呂入って汗を流したりだとか言っちゃえばね利尿して古い水分を出して新しい水を取り入れるっていうことをもうめちゃくちゃ気にするようにしてるの私。肌にもいいし、なんか健康っていう思考の中では結構かなりいいんじゃないかなと思ってずっと続けてます。この間さ、ホワイトニングラウンジって言ったじゃん。もうこの動画が回る前に見たと思うんだけど、そのさホワイトニングラウンジあの後全部3回行ったの。え、どう？めっちゃ綺麗じゃない？すごくない？ 3 回だよこれ。ホワイトニングする前とした後のビフォーアフター撮ったんだけど、見てこれ、やばくない？もう全然違うでしょ。そんなに歯は汚くない方だと思ってたの。でもね、やってみるともう全然違くない？こんなのずっと笑顔でニコニコしちゃうんだけど。
今ね、私が行ったホワイトニングラウンジさんで、無料で歯を白くするホワイトニングが体験できるみたいなんですよ。無料だよ、無料。本当に無料なんだよ。しかもね、東京だけじゃなくて全国だよ、全国。そしてですね、ちゅるチャンネルを見てくださった皆さんにはキャンペーンもあるということで、詳しいことは概要欄の方に載せておくので、そちら見てみてください。こんな優しいことってある?本当に無料なの?みたいな感じでみんな疑うと思うんだよね。私も何回も聞いただから。大丈夫だから。本当だから。もうこの機会にもうぜひぜひ行ってみてほしい。ていうか行った方がいい。ていうか行きな、マジで今しかないから。はい、というわけでですね、そろそろね、お風呂上がって、ちょっと、顔落としたりとかなんかいろいろしようと思います。では、以上、ズルでした。バイバーイ。